私はほとんど男の中だったんですけれども、その原爆落ちた時からなんか逃げなくちゃっていうんで起き上がって、具合が悪かったのによく逃げたなと思いますけどもね。で、祖父が背負ってくれて山の方に逃げましたのでね、まあ、今まではそんな機会もなかったですし、その気もなかったんですけれども、こうやって私が思っていることを取り上げていただいて、少しでも大勢の方に知っていただくことはね、私の亡くなった祖父母や両親の無念さをね、晴らせるのかなと思いがいたします。